こんにちは、ガラガラボイスの時間ですこんにちはどっちですかはい、こんにちはの人こんにちはの人正解は漢字で書いたらようわかんな、ね、い はい。こんにちは。これはもともと、今日はいいお天気ですね。今日は寒いですね。今日は雨降りそうですね。今日は、今日はこんにちは。になったんですね。こんにちは。よく言う挨拶ですけど、今ね。 こんにちはが気になっているんです。小学校、今、分散登校って言って、分かれて学校に来ています。ちょっとずつ。8時半の子、10時半の子、でも人数多いとこは、3分割って言って、1時半の子もいるんですね。1時半の子、 お昼ですよ「こんにちは先生こんにちは」なんか違う「こんにちは」うん街であったり公園であったり駅であったりしたら「こんにちは」やけど学校に来んのに「こんにちは」なんかお客さんみたいやそう 夜のお仕事レストランとか。そういう人は、昼でも夜でも、初めて、会社でお仕事でお店で顔合わしたら、おはようございます。って言うんですよ。こんにちははやっぱりお客さんに言うんですね。同じく、こんばんは。もう、お客さんに近所の人に言うけど、 だから、学校に来るとき、一時半に来ても、やっぱり、お客さんじゃないしな。おはようございます。になって、しまいます。そもそも、こんにちは、こんばんはって、おうちの人、家族に言えへんもんね。さようなら。 学校帰るときみんなさようならって言いますね。けどおうちの人にさようなら言いませんよね。大変やということは学校はちょっと家に近いんかな。そこでどんなときに誰に挨拶するかまとめてみました。はい。家では おはようとおやすみだけ。さようならも、こんにちはも、こんばんはも、言いません。学校に来るとき、帰るとき、おはよう、そうそう、ま、あ林間とかね、修学旅行のときはおやすみ。そして帰るときはさようなら。でも、こんにちは、こんばんはは、学校に来るときは言いません。街で会ったときは言いますけどね、まあ、外では、 すべての挨拶があります。挨拶。とっても大事です。愛は心を開くという意味があります。札は相手に迫る、開いて迫るのが挨拶です。とっても大切なことです。おはようございます。 昼から来たら、おはようございます。帰るときは、さようなら。最後に、こうやって挨拶しましょう。YouTube ばっかり見てたらあかんで。ワン、トゥ、セイユー